はい、どうも始めました。どうもいらっしゃいませ。今日もスペシャルゲスト、ギタリスト菰口優也さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさか菰口くんが来て呼んでいただいてくださるなんて、もう菰口くんといえば皆さんご存知ですか？もう知らないと思いますよ。いや、知ってますよね。知らないですよねお客さん。この間とね、川村隆一さんのソロのツアーの、そうですね、ビルボードですけど、はいはい、だったり TM レボリューションだったり、はい、かなりいろんな現場でご活躍されてる菰口さんでございますが、菰口くんのボードね、結構、はい、今日メインボードとあとサブボードもお持ちいただいてて、はい、この後サブボードも出てくるんですけども、はい、サブボードとか結構なんだろう、コンパクトというか、ね、人によってはやる気ねえんじゃないかって思われるようなちっちゃいボードなんですけどでもやっぱりね、映像とか見させていただくとものすごいかっこいい音というか、もう全部できてる、そのボードで何もかもができてる感があるので、本当ですか？はい、今日はちょっとそのあたりをお伺いできればなと思っております。はい、お、レスポールから。はい。で、ちょっと一回どんな音か、ちょっとドア玉になんか、はい、じゃあとっておきからこれを聞かせたいっていう音を、じゃあぜひぜひ。はい。めちゃくちゃかっこいい。一番歪んでる音です。もうね、菰口くんの音ね、結構手元だったり、の技術だったりというところも多いと思うんですけれども、めちゃくちゃかっこいいんですよ。ありがとうございます。今のはちなみにどういう感じだったんですか？ボグナーで鳴らしてたんですけど、4チャンネルクリーンのとクリーンブースとでゲインチャンネルのバッキングとリード用のボリュームが独立してる。今のはリードチャンネルなので、ゲインチャンネルのさらにゲインがあって、ボリュームがちょっとついてあるみたいな。なので歪みはじゃあ今のはどっちかというとアンプでもうがっつり。そうですね。僕基本的にその歪み、皆さんが思う歪みみたいな音色は基本アンプで作っていますね。で、今のもチューブスクリーマーがこれですね。通ってます。デムラムのこれいいですよね。そうですね。なんかいろいろ歴代の808も試したり、あとチューブの入ってるやつもいろいろ試したんですけど、今これがなんか僕的にはストレスのないなんかこう挙動をしてくれる感じですかね、ギターに。これちなみにオフにするとどうなるんですか？オフにすると。いわゆるチューブスクリーマーの使い方なんですけど、いやでもまさにこの使い方をしてくれてありがとうみたいな感じですね。なんでこれを使ってるかっていうと、ボリューム絞った時に、僕大体8とかでギターボリュームで音作ってるんですけど、そういう8とかもちろんボリューム2ぐらいまで使うんですけど、その時に他のエフェクターだと。結構ぼやけてくるんですよね。他のエフェクターっていうか他のチューブスクリーマー。ただこのチューブスクリーマーは絞ってってもまだハイとローがちゃんといてくれる。絞っててもね、輪郭が出てこう引っ込まない感じですかね。手元で基本的にゲインを調整しているので。これぞ。それでちなみに常に8を8っていうのはなんで8なんですか？さらに上が欲しいので、チョーキングしてサスティンが欲しい時とかはこうちょっとこうタッピングとかでゲイン的にコンプレッションが欲しい、おまけしてほしい時とかはこっちで。なるほど。で、基本の音色は8とか7とかで作って、でそれよりも下が使えるようなエフェクターを選んでるって感じです。ほー、これいきなり参考になる話がちょっとなんか癖ある使い方ですけれど、でもね、やっぱ皆さん結構特にね、初心者の方とか基本やっぱ10で作るもんだと思い込んでいらっしゃる方もいらっしゃると思うので、意外とガイタレと一緒に演奏したりとか、まあその弾いてるの間近で見ると10とかいないんですよね、うん、使ってる人。まあ今いるでしょうけど、圧倒的にやっぱりこう絞って音作ってる人が多くて、うん、大体みんな10でだと羽織るんですよ。そんな使い方をしてるのをまあ結構20代の時にまあ間近で見て、うん、おおこれかと思って、でそうなると、うん、アンプとギターだけじゃ、うん、やっぱりその補えない部分があるんです。出てくる出てくる、はい、でそこでギターにハイパスを入れる人がいるんですけど、ハイパスだとやっぱ違うくて、どうしてもやっぱカリカリしてローがなくなっていくんですけど、こっちがまるでこのアンプのゲインのように、うん、ここを調整するために、うん、このチューブスクリーマーだったり、まあ、後ほど紹介しますけど、うん、まあ、トレブルブースターとかレンジマスターとかそういうものが生きてくるという。じゃあ一個一個軽く、はい、ちょっとじゃあストラトで一回じゃあクリーンとかを。で僕のクリーンは基本的にベムラムさんのジャンレー、こちらですね、これがまあ通ってます。こっちで結構音量を稼いでるような感じなんですけど、人によっては歪んでるだろうと、いやこれくらいがやっぱねグランチだろうって、前ね菊池さんとかもおっしゃってたかなと思うんですけど、はい、やっぱりねドクリーンじゃないよねみたいな。そうですね、うん、でいろいろまあコンプレッサーも試して、うん、まあいろいろ結局その歪み成分クリーンだけど歪ませるっていう部分で、これもセッティング的にはもうほぼほぼ歪んでなくて、うん、しかも下のつまみ2つミニマムですね。まあアンプによっては多分調整すればいいんですけど、基本的にもうこれを通した状態でクリーンチャンネルを調整してるんで、まあ基本はトレブルベースは上げてないですね。なるほど、はい、でまあこのクリーンの状態も今8とかで。下もこうボリューム下げていってもちゃんとハイとローが残ってる。上げていくとフィルとかでこう例えばバッキングしながら、こういう風に使えるので、ちょっとめちゃくちゃすごくないですか今の。そうですか。めちゃくちゃすごい。でその歌のバッキングやってて、うん、やっぱこうフィル入れたりとかするときにスイッチングで音変えてるのが、うん、やっぱそのちょっと今のやばいっすよ。ちょっともうアップで抜こうかな。もう一回あもう単純にこのボリュームをまあ2とかからも、うん、3とかでも使えるんですけど。同じ音色上でこれみんなもうエフェクター買うのやめましょう。やめてもうギターの練習した方がっていうぐらい。そうですね、うん、同じ音色の中でこう、うん、まあ歪み感だったり、うん、音量によるこう出し引きだったり、あとはそのフィルやる時だったらちょっと原因が欲しいから上げたりとかいうのが割とこうシームレスにできるものをまあやっぱり探してて、ジャンルをまあ選んで、なるほどなるほど、ついてきてくれるジャンル。やっぱこうそれでスイッチングして、例えばフィルやる時だけじゃチャンネル変えるとか、やっぱり音楽的に変だなと思い始めて、その音色の中で同じ景色の中でこうフレージングしてバッキングだったり、そのフィルだったりをフレージングしていくっていうのが僕には合ってて、おすごい。これ繋いでないともうただのクリーンで、うん、なんかほぼほぼ音量差しかないですけど、まあ音色も多少やっぱり原因が変わって変化するし、うん、それでなんかこういるその音楽的な距離感をこううまいことつく。すごい。ああもうここで動画終わってもいいぐらい感動しました僕。いや。じゃあちょっと次行きましょうか。はい、でまあこのジャンレーをかけた状態のクリーンに、うん、例えば、オーラのコーラスだったり、うん、ディレイを乗せて、まあ、ちょっとこう 80s な感じのこう。なるほど、素敵ですね。まあコーラスかけてディレイ、まあ結構ウェットな音。はいはいはい。これコーラスとかディレイの音色はもう割と固定。そうですね。まあもうセンドリターンで帰ってきて、まあリバーブディレイ、今コーラスがかかってて。ちなみに今日ここセンドリターンもアンプのセンドリターンも駒口君が活用されていて、何がセンドリターンに入ってるかっていうと、あともうこっち側ですね。こっち側か。ストライモンタッチが。タッチです。あとボリュームペダルもマスターボリュームで入ってます。なるほど。センドリターンに入ってる。はい。プリンチャンネルはあとはたまにファズを使うんですけど、まあちょっとファズ今プリセットしてないんで入れますね。はい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 。ファズも同じように素晴らしい、はい、9とか10にするといわゆるファジーなブーっていうエリック・ジョンソン的な音になるんですけど、絞って1とか2でいくと、結構ツヤっぽいクリーンになる。ただちょっとローは多いから、あんまり使わないですけど、ファズを使ってこうちょっと地味変とかっぽい雰囲気にするときはこっちのクリーンの方が。これはもう色気しかないわ。本当ですか。色気しかない。そうか。レムラムの回しもみたいになってますけど。全然。まあ好きで使ってます。であとはバッキング、ディストーションバッキングがこっちのいわゆるリズムゲインというかですね。でそれもチューブスクリーマーが。かかってて、それもちょっと聞いてみたいな。でそれもやっぱこっちでこうゲイン調整できるように。これも絞っていくと結構クランチっぽく。ほー、これアンプのセッティングってちなみに、はい、これも結構話すと長いんですけど、普段ボグナーを使ってる時は、今これマグナトーンのキャビネットで鳴らしてるんですけど、ボグナーのいわゆるヴィンテージ30が2発入ってるコウケイさんとかも使ってますかね、を使ってるんですけど、今ちょっと今日は積載量の問題でキャビネットは1個だけ持ってきたんですけど、でこっちは 90W なんですよね。1発 90W が2発入ってて。やっぱワット数の違うBT30 は 60W じゃないですか、だからそのワット数の違うスピーカーユニットを使う時っていうのはもう確実に EQ するそのもの全然違ってくるんですよね EQ が。でワット数が大きい時は基本的にはこう入力を結構大きくぶっ込んであげるとやっと鳴り始めるっていうか、BT30 の EQ で EQ するとやっぱどうしても。90W だと振動しきれないっていうか、弱い感じ入力が。なので今回はこれを使ってるんで、とにかくもうフルレンジでぶっ込んで、ようやくなんかそのスピーカーのなんか良さが出るっていうか。ほう。でそういうところを意識してこうつまみを設定、そうですね、設定されてる。はい。こちらは？こっちはジェッターギアでしたっけ？もう結構前からずっとここに入る前に入ってて。なんかおまじないみたいになんか困った時に踏むみたいな。へー、聞いてもいいですか？はいはい。なんかこう地味変っぽく弾きたいときとっさ的にこう踏んだりします。踏むとどの音色でもこれ、はい、全部かかります。はい、かかる。だいたいこの棒とか基本メインで使ってて、でまあアンプで音を作って、そこをこうギターと仲良くしましょうのエフェクターたちって感じです。素晴らしい。エフェクターとかアンプをそうやってボリュームのやつで生かすっていうのはやっぱりすごく、はい、そうですね。で、まあ、このボグナーのセットはでも割とそういうのは控えめで、もうこのマグナトーンともう一個のボードの時こそ、マジ音色がないんで、ここで音色を作ってるのを、じゃあそっちちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、サブボードにつなぎ替えました。じゃあサブボードって言い方にいいんですか？あ、まあでもそう、現場で、例えば龍一さんとかはこっちがメインのボードで最近は、でまあマグナトーン。これさっきのとシステムとどう使い分けてされてるんですか？多音色を必要としないものに関してはこっち、これ1チャンネルっていうか、まあ一応インプットは4インプットあるんですけど、まあ基本的にはこの1チャンネルでまあ入力のゲインが2系統あって。なるほど。じゃあ片方は、片方はもうビブラートがかかるし、まあオンフはこれでできるから、あ、そういうことですね。ビブラートチャンネルの方じゃ弾いてみたいと思います。はい。なるほど。ビブラート結構あっさり。そうですね。まあずっとかけっぱなしでもまあいいのかなって。でまあこうコードいた時とかになんか変にこうフィルを入れなくても、なんか白玉でこう色気が出る感じ。なのでまあ割とこう音数少なくてもビブラートかけとくと勝手に色っぽくなってくる。ビブラートチャンネルもこのボリュームで割とこう出し引きするというか。上げていくと。ほう。じゃあさっきのセットよりもなおこっちの方がそこら辺がめちゃくちゃアナログですよね。だから本当にそのこういう、まあ、プレキシスタイルなアンプを使ってた人たちと同じ使い方をしてるっていうブライトな方のチャンネルというか、インプットに入れると。これやっぱさっきと全然キャラクターが違うから、それこそ求められる現場だったり楽曲によって、はい、でまあヴィンテージライクな音を作る時はもうこっちで、でまあ今の使い方的にはこっち、今のチャンネルっていうかチャンネルじゃないインプットの方がまあハイが出るので、まあリードとかはこっちでこう若干前に来るようにして、でバッキングの時は逆にビブラートチャンネルでちょっとこう引っ込んで、歌の人よりは後ろに行きましょうみたいな。歌の人と同じぐらい前行っていい時は逆にノーマルチャンネル、まあ、ブライトな方にインプットしてますね。でまあほぼほぼどっちもこのボリュームで音を作ってるんですね、もうボリューム1とか2とかで。ただやっぱりアンプとギターだけだとモコモコしてくるんで、そこでこのトレブルブースターっていうのが実はずっと常時オンなんです。ほう。 ESM って確かドイツの会社ですかね、のまあRPA って多分リッチー・ブラックモアプリアンプで、まあリッチーが昔このアイワのテープレコードですねのプリアンプを使ってた、懐かしい、はいそれのなんかまあリーシュみたいなもので、でもやっぱりこうマーシャル系の音とのすごい相性が良くて、やっぱ絞ってってもこれないとやっぱもう急に引っ込むんですよね。上げるともちろんちょっとするんですけど、1とか2にしちゃうと音量も下がるし、そのハイも落ちちゃうから、もうとにかく後ろに行っちゃうので、それをもう補正し、常にオンにして補正にしてるっていう。なるほど。じゃあ音量が下がってる状態でもしっかりお客さんとかリスナーの方に届く、前に出てくるような、ギターの直後にそこにいるってことは。そうですね。もう LED もないんで、とにかくもうかけっぱなしで、まあ直列でまあ一応コーラスだけ入れてて、センドリターンはもうほぼほぼまたストライモンたちがセンドリターンにあるっていう感じで、ストライモンたちのこのコントロールのこれにちょっとお伺いしてもいいですか、このスイッチは。これは今多分ショートディレイに変わりますね。やってみましょうか。ショートディレイな感じですかね。ロングディレイ、ショートディレイの切り替え用のスイッチとして使われていて、ね、こっちはまあこれもやっぱリバーブの長さなんですけど、最後に小野口君からなんかこう皆さんになんかメッセージ的ななんかあれば。そうですね、お持ちのエフェクターをまあもう一回こう音作りするときに、まあボリュームを例えば7とか8とかで作ってみると、多分そのエフェクター自体の印象も変わるし、でギターのピックアップとかこうギターの印象も変わるし、もう今日のこの動画のコンセプトですね。本当ですね。もはやこれはでそのアンプとのその感じも変わるし、だから割とボリューム10で作っちゃうとそこから上とかがあんまりないですけど。もうなるほど。じゃあもう自分の気持ちとかなんかそういうのも表すためにも、そうですね、90とかなんかちょっとこう上に伸びしろを作っとくと、なんかこう盛り上がった時にもう羽織ってもいいやみたいなんで90とかにすると、やっぱそこでこうエモい感じになるし、そうするとまたちょっと楽しいというか。違うなんかこう感覚に。素敵ですね。じゃあ皆さんもぜひこの動画を見た後にちょっと自分のボードを開けて、それでね音を作ってみたらまた新しいなんか発見があるかもしれないので。ベーシストもそうだと思う。ベーシストもボリューム10で音作らない方がいいんじゃないかなと思ってます。じゃあぜひそれをちょっと今日お持ち帰りいただいて。宗教みたいなちょっと。そんなことないと思いますけど。それじゃあ今日はスペシャルゲスト小野口優也さんでした。ありがとうございました。素敵なお話ありがとうございました。それじゃあまたの動画で。